アレ,アレクサンダル・スタンボリーンスキアレクサンダル・スタンボリーンスキは、ブルガリアの政治家。第一次世界大戦後、首相を務めるが、クーデターにより失脚。スラボビサの農民出身。ドイツで教育を受ける。1902年から、ブルガリア農民人民同盟の指導者。1908年から国会議員。1911年から大国会議員。1915年。 政府の新独政策を批判し、逮捕、終身刑を言い渡される。1918年9月、釈放。ラドミールにて、共和制を宣言。1919年1月、連立政権に入閣。1919年から1920年。1920年から1923年、首相。1920年から1922年。 スタンボリスキー政権は農業を含む一連の民主改革を行い、ソ連との外交関係充立に着手した。スタンボリスキーは欧州諸国のショーブルジョア農業党の団体として農民インターナショナルの創設を発議した。1923年6月9日、右派や軍部の主導したクーデターの結果、政権は崩壊し、スタンボリスキー自身は 内部マケドニア革命組織により誘拐され、激しい拷問を受け殺害された。ありがとうございます。